台湾で今月から発行が始まった新しいパスポートのページの一部に、アメリカの空、ターミナルの絵が誤って描かれていた子がわかり、台湾外交部は、すでに印刷し、いた20万冊の廃棄に追い込まれました。問題の絵は、台湾で今月25日から、始まった新しいパスポートのページ、1、2背景として描かれていました。台湾北部の桃園空港のターミナルを描い、ものだとされていましたが、本来、内図の一致に管制塔が描かれていて、熱、上では、アメリカ、ワシントン郊外のだ。担当デザイナーがネット上にあった、レス空港の写真を桃園空港のものと勘違いしたと誤りを認め、謝罪しました。市からは、台湾が正式にアメリカの5番目の州になることを宣言した。喜ばしいことだと揶揄する声まで上がり、台湾、下部は、すでに発行した285冊の回収、進めるとともに、印刷済みの20万冊を、